トリッピーです。ということで本日はこちらのパックを向いていきたいと思います。チャンピオンロード、そして強化拡張パックのウルトラフォース、君を待つ島々、さらには、こちら、コレクションムー、確かリーリエ出るやつかな、で超次元の防獣覚醒の勇者、コレクションさん、こちらですね、もう本当になかなかというより日本でもう全然売ってないですよね。それをですね、なんとお友達の、韓国じゃない台湾に遊びに行った人が、また、買ってきてくれました。ありがとう。はい、ということで写真出しますが、基本的には英語が主流らしいです、台湾は。でも日本語も売ってるよみたいな感じで、これ YouTube にアップロード OK って友達が聞いてくれたらしいです。そしたら OK って言ってくれたらしいんで、俺はお店の写真を撮ってこいって言ったのに、なぜか店員さんの写真も写っております。YouTube アップロード OK って言われたらしいです。はい、ということでアップしますと、ありがとう。本当にめっちゃね、本当に開けたことないパックもあるからね、テンションダダ上がりです。ということで早速やっていきましょう。はい、ということで、チャンピオンロードから開けていきましょう。チャンピオンロードといえばなんかドラゴンストームとかと同じように、結構売れ残りパックということで、変えていたんですが、もうポケモンブームになってからもう結局チャンピオンロードももう今ではどこでも見ませんね。いわくハッサムとかが当たりですね。いわくあっちゃんも、タツベからの光ってない？はっ、おー、アリアドスが当たりました。いや、いいですね。で、闇ラミですね。さあ、2パック目。さあ、またアッチャーもからの、はい、フレンドボール、はい、丸の目、こい、おー、ルンパッパ2回連続で、レアが当たってくれたのはいいんじゃないか。で、お、来ました、このマグカルゴの地鳴らしもね。チャンピオンロードから出るマグカルゴの地鳴らしは当時はめちゃくちゃ、高かった。ただウルトラシャイニーでね、再販が来たんで、そこまで、値段的には高くないですね。ただめちゃくちゃ強いカードです。クッチート、はい、ルントーン、ガルーラ、クイッ、おー、ルアーボール、なるほどね。で、若者もであると。まあ、4パックずつだからね、なかなかダブルレアとかがね出るのは難しいかもしれませんが、それでも神引きはしたい。糸丸、ハゲ坊主、はい、ワニノコ、はぁ、うつどん、あー、残念、エネルギー付け替え。ということで、ドラッグチャンピオンロードはなかなかちょっとしょっぱい結果に終わったと。ただね、まあチャンピオンロードの当たり自体もしょっぱかったので、まだまだありますんでやっていきましょう。続きまして、こちら超次元の防獣、こちらはですね、悪事キングがちょっと話題になって、なんか当たりボックスに昇格するんじゃない、当たりパックに昇格するんじゃないかって言われてましたが、やっぱそれでもやっぱ今こうやって見たらなんかすげえテンション上がったけど、まあ日本でも一時期売れ残っていたパックが多いかなって印象ですね。まあただ悪事キングとか出てほしいな。マンキー、次のパックも悪強化だからね。はい、アギルダからの、うい、コイキング、あ、このコイキングはちょっとお高かったですよ、一時期。はい、カウンターエネルギーいいね、からのコリザルであると。じゃあ次行きましょう。さあ次だ、マンキー、はい、ジャラコ、ビードル、さあ来てくれよ、ほい、あー、ヘルガー、くそ、あ、でもヤレユータのかっこいい、つかこれ持ってるな。じゃあ次ですね、はい、ムーマー、はい、アギルダーからのヒンバスちゃん、くっ、あー、マンムー、ムーマージ、あら、レアが一枚も来ないぞ。おい、どうなってる、おい、リアトモ、おい、おい、ちゃんと当たりのカード買ってきてくれよ、台湾で。はい、ムーマ、ミルタンク、そろそろ来るよ、そろそろダブルレア来るよ、はっ、うわー、来た、ウツロイド、ウツロの光、これ、毒と混乱しますね、ベンチに出した時に。あー、ウツロイドか、まあ、スピア、で、今思い出しましたわ。僕、超次元の防獣、パックで購入した時に、ウツロイドの SR 当てたことありますね。まあ、こんなもんでしょ。4パックで GX が1枚当たってくれたら、普通に運はいい方なんじゃないでしょうか。いや、普通かな、いや、普通じゃないな。で、ちょっと運、普通に運いいのか。いやいや、ありがとうございます。ということで、次ですね。続きまして、覚醒の勇者でございますと、こんなにいろんな種類のパックを一気に開けることがないから、何が当たるかとか、正直まだちゃんと見ずに開けてるんだけど、多分ね、そろそろ知識ついてきたからね、わかると思うんだよね。ドンメル、カラカラ、はい、お、ゲンガー来ました、レアのゲンガーが当たりました。でもってシザリガー、はい、ヘイ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 、ここの当たりってシルバーでになるのかな。ただシルバーでウルトラシャイニーで再録されましたもんね。チラーミーからのヒトデマン、はい、ヤトウモリ、あ、エンニューと当たるパックかなこれ、はい、あー、バクーダーで、サイキックメモリが来ましたと。なるほどね、シルバーで GX のやつですね。はい、
さあ3パック目だ。はい、ムクバードからのチリーン。はい、めくる。はい、おお、立っていく神剣 GX。 色違い2枚持ってるけど、まあまあこれいいですよね。この GX は、ね、サイド1枚取れますんで、最近流行りの、サンダージラーチの決め手みたいなカードにもなっておりましたと。いやいや、ちゃんと GX ポケモンを当てていく。今思ったけど、やっぱりパックからガチで大当たりするってのはなかなかないですね。さあ、じゃあ行きますよ、最後です。いや、SR に来る、 SR 来る、急に高望みをする。サボネア、はい、ムックル、はい、あー、グラジオさんが当たりました。グラジオさんも再録されてますね、シャイニーに。で、ノクタスですね。いや、ただなんか開けてないパックを開けると見たことないか、見たことないっていうか、あの持ってないカードとかも当たるんでね、それは嬉しいですね。はい、じゃあ次、コレクションさんでございますと。これ確かダブルレアだったらエフィーとかかな、ハイパーボールのウルトラレアとかも確か当たるパックですよね。はい、ヌイコグマからのキャタピー、エアームド、くっ、おー、クラッシュハンマー、そうか、クラッシュハンマーが、これ普通にちょっと枚数もめちゃくちゃ持ってるわけじゃないから嬉しいですね。コイン1回投げて表だったら基本エネルギー割れますね。これでコスモウム、あ、そっか、そっかそっか、これが入ってることはソルガレオさんが入っておりますね。はい、じゃあ2パック目見ていきましょう。お、パラセクート、コイン3回投げるやつか、なるほどね。からの、はい、ハーデリア、お宝サーチ、アローラディグだ、くっ、お、アブリボン来ました。癒しの花粉、あ、こっちの方か、蜜集めの方の学習装置、え、これめっちゃ普通に嬉しい、これ普通に嬉しい。これ地味にね、あのあれなんでね、使えるデッキレシピで使うやつとか結構見たことあるんですけど、あんまりね、俺あの1枚持ってなかったんですよ。いや、これは嬉しいですね。バトルポケモンが相手の技のダメージを受けて気絶するたびに、基本エネルギーを1枚ね、これがついてるそのポケモンにつけれるということで、まあまあまあ、どんどんベンチでたくさんね、エネルギーとかをね、つけたいポケモンとかにつけておくと、前が倒されるたびに1エネ持ってこれますと。はい、じゃあ3パック目見ていきましょう。しずくも、今のところ学習装置一番嬉しいぞ。ぬいこぐま、めぐろこ、ふいっ、おー、アローラペルシャンが当たってロトム図鑑ですと。ラスト1パック、いや、ここハイパーボールのウルトラだよ。ハイパーボールのウルトラ、ククイの SR とかもこれ多分当たりますね、ここのパックから。さあ、いくぜ。 SR とかを狙ってる時点でやべえよな、4パックで SR を狙ってる時点でやべえよな。はい、はい、投げつけざさるで、はい、お、トランセル、はい、ふいっ、弱し、ぐい、あー、残念ながら当たりはしない。レアが1枚、なんか妥当な感じですね。当たりを引かずしょっぱく終わるんじゃないでしょうか。はい、続きまして、強化拡張パックウルトラホース。いや、正直ね、このパックの中だったらこれがね、一番ね、妥当にね、いいカードが当たるような気がする。トータイプのガブリアスとかが入ってます。あと電気タイプのジバコイル、そこら辺が当たってくれたらね、そこら辺は当たりそうじゃない、実際。あとミラー仕様のエネルギーが絶対1枚ついてくるのいいところ、ナエトル、お、来ましたよ、これの進化系来てくれ、コイル。あとビーストリングのウルトラレアとかもここですね。で、トーンエネルギー、エネルギー3枚目なんだ、こい、おー、ハチマキのウルトラレア、まあでもウルトラレアじゃない、間違えた、ウルトラレア来てたらこのテンションじゃないわ。ミラー仕様ですね。で、はい、ユニットエネルギー、あ、でもいいね、ちょっと確かこれお高いやつなのかな、5枚入りですね。うち1枚が基本エネルギーと。はい、じゃあ2パック目見ていきましょう。お願いだー、来てくれ、あ、また同じナエトルから、はい、ポッタイシ、あれ、お、ハガネ、ここがアクアパッチのミラー、いや、いいですね。お、まだありますよ。で、ドクロッグが来ましたと。あと2パック当たるかな。さあ、行くぞ。グレッグルからの、おー、レアコイル、ジバコイルまで届くか。コイルが来て、レアコイルが来ましたから、はっ、基本水エネルギー、こい、わー、ヒードランね、いや、まだあるよ、あー、よー、こいつのフライパンのミラー、まあまあ、これもうでも鋼ポケモンつけたやつがマイナス30されるんで、なかなかにいいでしょう。ウルトラシャイニーで再力が来ましたね。からのラスト4パック目見ていきましょう。最後だぞ、これ、お願いだ。鬼しずくも深まる、お、これの進化じゃ、水、いや、待って、やばい、あー、豪華パンで、あー、ロットン、あー、終わった。
大丈夫みんな、まだある。コレクションムーン、これ開けれるのなかなかないでしょう。こちらはですね、 SR の BDN 狙いでいきましょうって言いながら、もう実はこれね、アローラベトベトンとか科学の力のベトベタンとか、あとクワガノンとかね、最近すげえ高騰している600円ぐらいするねレアがあるんすよ。そこら辺ならちゃんと現実的に狙えるんじゃないかと思いますんで、やってみましょう。キャモメ、アメ玉、グランブルー、はい、来い、あー来た、よっしゃ科学の力、アロラベトベトン、最近ジラーチが流行ったんで、これだいぶかなり強くなりましたね。ジラーチの効果とか特性を止めれるやつですね。アロラベトベトンが当たりました。いやーよかった、なんか当たりという当たりにやっと巡り合えた。これいいぞ、これつかリーリー当てた瞬間にもう全部の元取れるから、全部の元取れるから、 SR のリーリー来い、 SR のリーリー来い。いや、あとクワガノンだ、あとクワガノンだ、あとクワガノンだ。はい、行くぞ。またグランブルが来ましたよ。はい、グランブル、はい、キバニア、はい、キャモメ、次ですよ。あ、光ってる。あ、海竜か、かわいいこの海竜。はい、ということで海竜来ました。何これ、巨大な尻尾200もダメージ出るんだ。あ、ただコイン投げて裏だったら失敗だ。で、コスモウムと、はい、頑張っていただきたい。はい、ダンゴロ、ニョロモ、あ、負けっかりか、コスモウム、あー、毒針やばい。いや、クワガノン出たらもうめっちゃ勝ちだよ。はい、コスモッグ、サニーゴ、ツツケラ、あ、ダメだ、シュオレスナとニョロゾだ。いや、まあ、ローラベトベトンが当たってくれたんで、とりあえずここはこの、コレクションムーンについては当たりということでお願いします。何とぞ最後だ。やっぱリーリエ、そんな人生甘くないな、そんな簡単には出てくれねえよ。でもって、ちょっと君を待つ島々が3パック、今はですね電気タイプの強化がすごい続いているので、このカプコケコですよ、これ僕1枚持ってないんすよ。それが、出たら、今もう買い取りとかでも2000円ぐらいすんのかな、2000円超えてますよね、カード。そのダブルレアを、もう出そうじゃないか。まだだってダブルレア何枚 ?2 枚でしょ。いや、出る。あ、でもそっか。4パックスだから、1、2、3、4、5。まあ、1ボックス分ぐらいしか購入しないんだもんね。そう考えると、もう妥当?いや、ちょっと少ないよな。ゴチム。おー、いいね。道しるべのアローラロコン。これ、ウルトラシャーニーで最良来てなかったら、もうだいぶ値段も高い当たりカードですね。からの?はい。おぉ、ハピナス、ハピナスのレアが当てていく。で、バイバニラが来ましたと。さあ、次だ。2パック目、最後。見ていくぞ。はい。ラッキー、ラッキー、ラッキーなこと起こってくれ。はい、雪わらし。ワンリキー、お、いいね。じゃあ、俺の筋肉を見てくれ。チラッ。あ、エネクジ、エネクジいいじゃないか。で、ウツボットが当たりましたと。おぉ、すげえ。危険な花粉、毒やけど混乱だね。はい、まあどっかで見たって思ったらあれだね、不思議花的なやつですね。最近タックのセレビー&不思議花とかもね、それぐらいにしますよね。はい、じゃあ最後、本当に最後、カプコケゴ待ってます。よろしくお願いします。カプコケゴ、君に決めた。待って、はい、なんか光ってる、当たったかも。何リッチ、ジャラコ、ドジョッチ。さあ、ついにわざわざ台湾から届けてくれてありがとう、俺の前に。はい、あはははははは、負けがめつ GX ゴーリキーということで、いや、これも嬉しいよ、俺持ってなかった GX ポケモン当てることができました。ありがとう台湾。